からこんな感じで動画撮ってまた来たいと思います。はい、なんか帰ってきた、なんか持ってる。ただいま。お帰り。寿司三昧です。うわ、めっちゃ、え、めっちゃあるやん。寿司三昧待って、よ、寿司三昧一種類バカもない。待って、多いって。なんかじゃもう寿司食べようか。汚いからさ、とりあえず風呂だけ入ってくる。めっちゃ買ってや、絶対さっき一人食べない。こわ。どうも、花銀カップルでーす。はい、ほんで上がってきました、風呂。いや、ほんで、え、ほんで、あ、今日の企画は寿司大食い対決です。いや、もうやってまいりましたね。お腹空いてるやろ。めちゃめちゃ空いてんで。いや、もう俺もめっちゃお腹空いてる。なんで寿司を仕事終わりに買ってきました。これです。どう、いや、何、どうした、いや、説明して。何、どういうこと、どうした、何が、じゃあ、え、赤エビしかないやん。なんで、え、なんで、なんで、甘エビ屋さんでしたか。あ、まあそんなことは置いといて、はい、あの企画の説明していきます。ルールは簡単です。寿司を多く食べた方が勝ちです。まあ大食い対決やからな。まあまあ、まあ、ほんで時間制限っていうのがあります。やっぱりまあ早食いも兼ねて、僕は10分、リコはまあ女の子やし20分で。え、余裕やで。ほんま20分だよね。結構やるよね。食べれる、これもあるかな、これも乗せたから。で、まあその内容、中身、俺が1種類だけしかないです、お察しの通り。で、リコは自由に好きなものを食べれる。もういろんな種類買ってきました。ありがとう。はい。なんで、もうそれでちょうどもうトントンなるかな、思って。10分、俺1種類、20分、もう最高に好きなもの。はい。その対決がどうなるのか、検証していきたいと思います。イェーイ、はい、え、意気込みは、え、余裕で食べれます。マジで、え、ちなみにこれ全部で何巻あるんですか。あー、15巻ずつぐらいかな、お互い。あ、じゃあ30巻。そう、お互いだって普段15巻って一層皿、うん、じゃあそうやな、30巻やな。お互いだって普段さ、うん、食べへんな。10巻食べるか食べへんかくらいじゃ、うん、寿司って。そう、そうやねん、寿司食べへんねんな、お互い、うん、やから、まあ15巻で頑張ってる方よな。何やった、何の話や、何の話やった。寿司食べんねん。10秒前のやつ記憶なくなるタイプ。食べたいもん、早く、魚や、魚早く食べさせて。では食べていきたいと思います。はい、すいません、ちょっと言うの忘れて。まあもちろん対決なんで罰ゲームがあります。何、多く食べれなかった方は、馬飯このなんかカップラーメンのご飯版みたいなやつを。マジでいらん。あの、この3種類の中から好きなものを食べてもらいます。絶対完食な。そう、絶対完食。これも、これが罰ゲームです。はい、お腹空いてても食べへんね。嫌いやねんな。嫌いではないけど持ってきました。はい、じゃあ切り替えて食べていきます。僕は醤油は直接かけます、時間短縮のために。リコは、私この容器空箱に入れます。はい、お皿使わんタイプです。めんどくさい、戻りに行く。じゃあ、めんどくさいんじゃない、エコなんです。な、エコのこと考えてる女の子やねんな。エコ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 、なんや、なんで入れんの。あ、忘れた、えぐない、間違えた。てかさ、今思ってんけどさ、わさびどうしよう、これ直接かけたら。え、わさび一個ずつつけるやろ。時間かかんな。もう何言ってんの。ちょいちょい、やったらしい。1個じゃ誰に買ってんや。ありがとう、ありがとう。
じゃあストップウォッチで、5分にするんちゃう？うん、ちょこれ5分でいけるんで、僕5分でいきます。早食いで。えびこは20分でもいい？いいよ。じゃあ私20分、彼5分で勝負していきたいと思います。せやな、ちょっと醤油かけとこ。はい、いきますね。ちょっと待って、醤油かけとこ。え、この辺とかいい？いいね、いいね。よし、どっから行こう。じゃあ、緊張する。スタート。いただきます。いただきます、ちゃんと言ってな。いただきます。いただきます。汚いねんけど。私早くて。じゃあ時間ないの？じゃあ本番に離れて。いただきます。うまっ。んこれ、うん、うまっ。うわ、ほぐした。皆さん、今からゴリラの捕食シーンをお見せしましょう。じゃあ、暇やからさ、みんな、うんうん、話そう。なんか今言うわ、どこ、うん、いいよ、もぐもぐしてる状態でええな、いいよ。なんかさ、前、一個前の動画、うん、私のご褒美動画みたいなの出したじゃないですか、うん、これクソおもんない企画しろってコメントとかね、知るの？聞いたから今日頑張って企画してみました。立派な企画やるな、あれも。全部飛ばしてみたって言われちゃった。飛ばしても見てくれてありがとうございます。そういうさ、でも意見を言ってくれるっていうのも優しさやと思う。ここのガンジたまにヒトラー。ほぼヒトラーや。テレ食べたい。テレ食べていい？いいよ。ねえ、いつももっとなんか汚いことするから。テレ食べます。私寿司当てで食べろって誰かが言ってたから。誰や。やばい。え、もう2分半です、今。いける？手食べたらあかんかな。欲しい、欲しいわ。欲しい、欲しい。手食べたらあかん？いや、いいの、いいの。水さ、飲みたいのさ、口含みすぎて水飲まへん。これ結構大変やな。結構早食いって世界で一番嫌い。なんで？俺もすぐじゃない。会話は？話しかけてきたやん。時間ないのに答えてるやん。あ、あと1分切ったで。やばいって。絶対無理や。無理、無理、絶対無理。もうすぐ5、4、あ、しなあかんで、2、1、そっち。それや、それ1個分。これはセーフ、これはセーフ。あ、捨てちゃう。何巻？ちょっと待って、3巻残ってんな。じゃあ何巻？12巻？記憶、5分間で12巻でした。これさ、思ったけどさ、大食いかかると早くない？早食いかかるかな。うまい。猫の20分終わるまではおってや。エビ1種類ってきつ。
いやいや怖くなってきた。ぶっ飛び飯絶対食べたくない。あ、鼻にめっちゃ黒いついててんけど、鼻の中。何？ガチで何？死ぬ？やっぱ人間じゃなかったよ。てか何分今？今もうすぐ9分。うわ、まだ半分あんの？ちょいやん。でもな、俺知ってんねん。リコは、あの、時間かけようと、かけまいが、もう、食べれへん、もう食べれへんしてるから、もうなんかの線がプチンって切れたら、もう、あ、もう今無理やってなるから、それを待ちたいと思います。やめれそう。今で何巻？今、残り、8皿ぐらい。ってことは、あと5皿。5皿食べたら俺と10回ね、いける？10巻？え？あ、そっか、あ、え？10個や、あと。さっきじゃあ間違えてたな、説明。いや、別に。10巻って言ったよ。アホやもん、俺ら。30皿でーす。はぁ。今やな。水飲む？助けたるわ。あ、サポート入ったるわ。水いる？次何行く？次何行く？これ味変えで一回このマヨネーズのサーモンマヨ食べたら、サーモンチーズマヨ。持ってた。うわ、うまそう。醤油つけんにゃ、サーモンチーズ。サーモンチーズに醤油つけたらもう醤油やん。醤油普通の寿司やん。変わってんな、俺絶対つけへんもん。この顔めっちゃ嫌い。この顔めっちゃ嫌い。よく見えんねん。次もなんか見えちゃった。何、どんな顔？軽蔑の眼差し。ほんまに嫌い。人のことドン引きみたいな顔で見る目あかんね。あれノリや。あ、一緒だ。マネしたらまた今のは睨み。ただな、できへん。猫優しい人やから、そんな顔できへん。そんな雑談してる時間ある？ダメ。これでかった。何やね、寿司出た。なんかイカ食べます。イカ食べます。食べ物を振り回すなってコメントが来ました。今ねや。ちょっとほんまにきつくなってるの。は？これからね、撮っていきたいって思ってる企画は、ああ、ええよ。何？まあ、質問コーナーやろうって言ってます、うんうん、あと、もうこれは撮ってるんですけど、お酒の企画。いや、もう一番好き、ね、月1くらいでやっていこうかなって思ってます。いや、週1でええやん。出すのは月1みたいな。リコちゃん、頑張って食べなよ。僕隠れて見てるから。ウェットティッシュ拭こう。ウェットティッシュ拭ください。ウェットティッシュどうぞ。ウェットティッシュ、ありがとう。ウェットティッシュ2個取れた。企画忘れんな。何企画忘れて、もう手拭いてんの？ごちそうさまか、もう。あ、もう一個、あの、新しい企画思いついた。もう企画紹介になってるよ。あれ、大変じゃなかったっけ？あるんですけど、あの、DM でね、インスタの DM とかで、うん、あの、何でしたっけ、うわっ、もう失敗して。あ、そう、相談とかしていただけるんですよ、結構深めの相談。踏んで、その質問やっぱりそのたくさんいただけるんで、まあ、一人一人に返すことって、まあ、ちょっと難しかったりするんですよ。だから動画、そのそういう時間っていうのを作って、動画を撮ってダラダラそのお悩み
相談コーナーみたいな感じのを酒飲みながらそれについて話していこうかみたいなやつやりますやっていきます。今見てくれてる皆さんは本当に私たちの初めのファンです。はい、そんなんやねん。ちょ待て、ちょっともう聞いてください。今ね、待って話変えるやん。17分とかなんですけどちょ待って待って待って、言うなそれ。何言おうとしてんねんその点も。何いくで、うん、せーの、ごちそうさまでした。でしょうねでしょうね。もう3分ぐらい前から分かってた。なんか意味わからん企画説明急にし始め、はいはい、充電が切れてしまいましたすいません、すいません、なんか前の温度感忘れました電源も切れたってことは、うん、もうええんちゃうって言ってます。それは自分で言って絶対自分で決めてそういう思い込んでるだけまあでもまあなんか対決したらこんなもんやな多分俺らが。せやねん、うん、やから対決系じゃないのなんか企画でしてほしいなったら確かにそうかもしれない。教えてください。あんまなんかな、その良くないもんな、勝ちたい。そうやねんな、負けず嫌いじゃないんですよ。 YouTube 見てない向いてないなまあでもまあ試験負けたということで罰ゲームはほんまに食べたないねんけど、はい、こちらを食べていただきます。これ食べさせられるみたいです。別に嫌いなわけじゃないねんけど今ほんまにいらんってだけ。そらそうや、俺もいらんもん。ほんでスプーンないやんこの部屋。ほんまや、ちょお湯かな、お湯を、はい、完成しました。スプーンありました。食べてってください。いただきます。ちょっと羨ましいわ、罰ゲームかこれ。食べてるふりしてるめちゃめちゃわかりやすわかりやすい、食べてるふりしてるわ。残りの食べたくないそんな顔されても無理、罰ゲームやもん。来週の花金はサザエさんサザエさんや。じゃんけんぽん、また来週終わるかい終わる。持たれつの関係で、じゃあまたこんな数の私たちを今後ともよろしくお願いいたしますあ、また企画やのにグダグダやりやがって全部飛ばしてみたわってコメントは受け付けてませんでも送ってきても全然いいよバイバーイ。バイバーイ。